ちは。はい。では今回も始めていきましょう。笹川です。はい。イエーイ。デンマークから。Yes。ツバイアス君。My name is Tobias. I'm from Denmark and I'm here to be an assistant teacher for a month.アシスタントティーチャーで、はい、あの日本の文化とかを学びに来て、うん、1ヶ月、ユーステイ、ワンマンスね、ワンマンス、日本に1ヶ月います、なんと21歳、若っ、ヤング、若っ、嘘やろ、そう、ワンやん、こう見えて、めちゃくちゃ若いやないか、パッと見た目、パッと見た目42やん、それ俺と一緒ぐらい、しかもギャップイヤーで、来年から大学に行く。So you will go to university next year, yeah. Yeah. And maybe... September? No, we start in August. August? So August next year. そうね、ギャップイヤー。ギャップイヤーって高校卒業してからすぐ進学しないでいろんな社会経験とか社会勉強するっていう、まあ日本ではほぼほぼ行われていないんですけど、まあ、欧米では当たり前のようにみんなやってて、そこから大学に行く学問に入るとか、まあだから自分の興味を見つける期間であったりとか、自分探しをしたりとか、やりたいなと思ってることをもうちょっと深く突き詰めて、これでほんまに行けるんかどうかみたいなのを確認するという、スバイアス君、yes. デンマークの、クーユっていう港町、うんうんコペンハーゲンから南へ20キロぐらい行ったところで、うん、なんか質問ありますか？デンマーク人、ツバイアス君。ツバイアス君に気になること、うん、あそこに何か置いてるやん。何これ？これね、これツバイアス。What this? This is the famous Danish thing called licorice. Licorice? Yes. Licorice っていうデンマークで、うんめちゃめちゃ有名なお菓子みたいな。デンマーク人みんな好き。うんデンマーキッシュ。いやでも日本人ほとんど知らんで。Nearly everyone。まず一個一個どうぞ。一応ねこれは柔らかい。もうゴムみたいな。見た目ゴム。まあブルージーンズっていう商品名ね。だ総称をリクリッシュ。ラクリッシュ。リクリッシュ。ラクリッシュ。Yeah, リクリッシュ、ライクリッシュ。まあぜひぜひご賞味。匂いない。ないね。かじったら。Just like どうですか？どうですか？どうね、一口目はね、こっつまずい宮古昆布みたいな。宮古昆布？へぇ。匂いがグッとくるペトッとした感じに宮古昆布。宮古昆布。味も、何これ何やねん。何個はそれだろ。黒字です。噛んでもね、噛んでも噛んでも何の旨味も出てこない。You sure? Taste. 何やろ？ It's not possible just to bite and you need to...まずいな。ものすごくまずいな。なんかね、まあまあ、何でできてるの？何か入ってん？ま、That's made from? Original. It was made by horse blood. But today it's just sugar. A kind of sugar. A sugar? Yes, and then salt and pepper. And then you take some salt and pepper. And then you boil it. 砂糖と塩と胡椒。But original was made by horse blood. So now you... Horse blood? Horse blood.Horse blood? Yeah, blood. Like, the 馬の血? Horse? Horse? Blood. Like a horse? Yeah, yeah. And the blood? Blood. From the horse. Really? You took that and boiled it up. Blood? Yeah, blood. Like in your veins, blood. そんなもんお菓子入れる? That's your original.But you don't use that anymore. オリジナルみたい。But there's not this. それがこう、なんか妙に生臭い感じを出してるわけ。まあ、なんせまずいね、これね。ちなみに、デンマークでは4号車こういうのを作ってるところがあるみたいで、うん、で、これは、トモ、トームス、トームスっていう会社が作ってるブルージーンズっていう商品。これ、一番大きいところ。だったら、ビゲストかも。Yeah, that's the biggest brand. 一番大きい。で、トームスは、both there.It's both candy and licorice and also chocolate factory all together. 全部多分チョコレートも作ってるって。ああ、総合的なお菓子。そうそうそう。チョコレート持ってきて普通に。デンマークとドイツとかオランダとか仲いいの？
例えばなんかデンマークの人がドイツの山行ったりとか、ドイツの人がデンマークを見てこう釣りするとか、なんかそういうのがそういう仲良さみたいな。Are you usually go to the other country? Yes, then we can just cross the borders without any problem. 税関じゃ国境とかはもう、EU でもないだろ、ほとんどないので、もう全然行き来もできるから、別にあんまりこう国海外に行くような感じではなく、ちょっと岐阜行ってくるわみたいな感じでドイツ行ってるとか。岐阜ってちょっと和歌山行くわぐらいな感じで、スウェーデンみたいな。もっと距離あるけど。そんなもんだよ。そんなもん。だから国境とかやったら税金が違うから、この食材はここで買うて、この食材はドイツで買ってとか、そんなんが。おお、なるほどなるほど。そういうのが普通にできるっていうヨーロッパは、ね、yeah. はい、そんな感じです。はい、ということで、サラダさん、ちょっとお仕事しますか。はいはい、今日はなんかしっかりなんか持っていただけますね。9月17日にビオルデの5階にコワーキングスペース B5 をオープンいたします。はい、で、そこの場所を使いましてですね、はい、10月の13日、はい、これよりこれですね、はい、枚方のパンマルシェも開催いたします。パンマルシェです。パン屋さんがね、10店舗、それからコーヒーショップ3店舗集合ということで、ね、ですよね。食べ比べ、比べていきますよ。そう、じゃあまあ、はい、皆さん、ぜひ来てくださいね。やっとオープンですので、はい、もう、まだ、25はい、まだ事務所も1個だけ開いてます。1個だけ。この放送が流れる頃には埋まっているかもしれない。あ、もうもちろんですね。はい、お世話お前に。わかりました。じゃあ皆さん、B5 よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で。またね、バイバイ。See you. See you. See you.